ゆきりんと両思いになりたい奴はだんだーん。というわけで、一流の大学が集まってしまいました。よく自分でよく自分で言われる。あ、まあ、まあ、我々ね、大学を出れると急に守る。我々は大卒なわけです。まあまあ、大卒なのね。大卒なんでね、はい、今回は、はい、ゆきりんと相思相愛ゆきりんのゲーム。いや、すごいな、なんつったって、もう脈絡のなさがいい。今回はですね、まあ、丸丸をよくありますよね。お、斬新。そう、さらなる斬新を求めて、単性で、それぞれのターンが来るから、ゆきりんがその人に、はい、その人は多分私をこう思ってるから、私はこう書こうみたいな。なるほどね。俺らは逆にゆきりんはこう思ってるだろうって、それでやりみよった結果、そう、当てたら、相思相愛ってことですよ。間違いない、それは。そういうこと、間違いないでしょ。はい、ということでやってみましょう。いや、メイクイットパスボーイズシーソーゲーム。勇敢の声で歌。ゆきりんは、まず弁眼に歩み寄ってください。はい。だから弁眼の思ってるであろうゆきりん全然わかんない。何切ってかしかわかんない。はい、じゃあいきます。あ、じゃあ質問です。はい。自分を動物に例えると何ですか。俺でもな、会う前からこうやってますからね、君のことを。じゃあ全員オープンするか。はい、4人オープン、うん、4人オープンね。はい、じゃあせーの、ドンドン。うさぎ。与那国さん。怠け者。リス。ちょっとさ、引っ張りすぎじゃない。与那国さんと同じ。与那国さん引っ張りすぎじゃん。なにこれ、与那国さんって何やっけ。世界最大のガーです。おい、ガッ。お前ガッ。ガッ。お前ガッ。これも何よ。いやでも自分のこと怠け者だから。いいのいいの。あ、これいい線ついてるし、レンガーさんもなんかそういうちょっと違うの書きそう。これは両方の意見を汲み取ってる。俺はでも会う前に小動物感あるなと思ったら背高かってびっくりしたっていう。そうだね、リスじゃないよ。背高くてびっくりしたけど最初の印象がこれやったよ俺。両方両方、はい、発表お願いします。お願いします。じゃん。アザラシ。アザラシ。そう、なんか最初でもそう、怠け者かリスでめちゃくちゃ悩んでる。ほらなんだけど、レンガンさんはなんかそれを直球では絶対書かないだろうなと思って。あ、こっちは直球やったんや。あー、そういうこと。次、じゃあ俺の思う生き犬で書いてください。デートに迎えに来てくれるならどんな車がいいで行こうかな。あんまりわからない。で、これはもう生き犬が判定しよう。俺は一応ゆきりんが背高いってことに対するソリューションを与えたつもりではいる。ソリューション。しかもそう、車に乗るの不便なほどの身長じゃないですか。2メートルの大男じゃないから。じゃあ発表してます。あ、今回は個別ね。今回は個別見るとこ多いですからね。はい、僕の回答はこちらです。え、カイロズ。何これ。カイロズ。何これお前。新しすぎる。カイロズ。これカイロズ。ドラッグ。どのトラックだこれ。何なの。トラックでもないと思う。奥行きを可能にした手法なの。俺の中で表現技法。キュビズムだけ。キュビズム展開するだけ。その上でトラック通っていう。トラックすげえ。じゃあ次僕行きます。はい、僕はこの背の高さというものにソリューションを与えて。はい、そうですね。こういう感じです。バン。何これ。どういうこと。何ロッカーじゃん。ロッカー式車。車の階に机が出ちゃう。これに2人乗るんですか。あ、そうはい、なんでハンドルは外に出てる。ハンドルと思えんこれ。で、これ実はゼンマイ式なんやこれ。なるほどね。あ、そうそう。これはやっちゃい日産って感じだね。いや、これタクシーに。はい、まあ、はい、BM ですね。お、かっけえ。なんかうまっ。うまっ。で、BM といえばこのね、キドニーグリルなわけですよ。なので、高身長美女にはもう高級な車ということです。はい、じゃあ、B はどうもー。リアルマルチスト車じゃねえからな。できね。はい、せーの、じゃん。やったー。これはさ、逆にアンにハートを結んでほしいっていうアンにメッセージ。あー、なるほどね。この中で選ぶんだったらトラック。トラック。やったー。これかよってのと、これトラックじゃねえよ。次
次の問題、国語の話で今までの小中高と習ってきた国語の作品の中で好きな作品は何ですか。お、国語、どこの教科書使ってました。東京書籍、公文、文明堂カステラ。それカステラやそれカステラやのツッコミいらんぐらいカステラだからあのこう、こう見てこうしてこうするとこうなってるやつとか。へー、福田君から行こう。はい、少年の日の思い出。ガジャン、山間優雅です。あのヘルマンヘッセが書いたやつで、あの伊沢がさっきそういえば俺一問目ガの答え書いたなって言ってたからこれを伝えたいんだろうなって思って。で伊沢君、はい、俺だろ、ちいちゃんの影送りじゃん。太陽を見て影を見てこうやって空を見ると影が空に映るんですよ。あれをやるっていう天海君子の話で、ちょっと切なめのやつなんですね。僕はこちら、キャー心、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 もうちょっとこれで、あ、死んだのは標準のおっかやだってそこ切り取るんかい。で、俺の最初もちもちの木って書いとったよ。どうしてもそれやりたかって書いたよ。まめた、まめたね。俺ね、なんなら途中ゆきりでファーストフォトブックって書いてたよ。ゆきりでファーストフォトブックって。ゆきりさん、答えをどうぞ。じゃじゃん、やったー、すげー、いい気分で神だった。すげー、これでこれでね、これで、あ、最初はラショーモンとかを書こうとして。おお、じゃあ髪の毛抜いていいんじゃん。デンガの行方は誰も知らない。だから、デンガの行方は誰も知らないゲームっていう。いや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 、まあ、俺見つけたら負けっていう。誰も探しに行かない。じゃあ、続きましての問題、電気屋に行って最初に手に取る家電は、もしくは最初に買う気ないけどなんか通っちゃうみたいな。あんま音とか大きいの嫌ですよね。あ、そうですね。うん、なるほどなるほど。よし、これでもういける。だから俺のこと嫌い。え、もういける。じゃあ、ベンガーさんから。はい、僕はこの2人のデートを想定して、僕これかな。はい、コーヒーメーカー。あー、ぽいね。これでぽいね。静かにコーヒーを飲みながらお話をするみたいな。そう、まずね、これを買った後にどこ行くってなったら、これを使って一息つきたい。そんな時に二人の話話題に上がるのがこちら、ゆきりんファーストフォトブック。写真じゃないし、写真じゃない、ヨドバシって本、写真じゃない、ヨドバシ本ある、あるある、本ある、静かな感じで、で、自分であの、あれあれですよ、ここじゃなくてここに置きに行く。本だから、本だから、どう？どれがいい？って勘どころがおかしいんですよ。YouTuber 同士なんだから必要なものは加湿器ですよ。ああ、加湿器ね。だからここにコーヒー入れて何入れたでしょうっていう企画が一本取れる。あとここに雪って入ってるんで。おや、おーおー、なるほど、おーおー、ちょっとじゃあ、はい、福田ですか。なんか大きい音が嫌なんですよ。めっちゃうるさい楽器といえばピアノ、尺八、あの、この間ドラドラドラ、嫌でしょ。うわ、あああ、そういうこと、むずい、ヒントむずい、ヒントむずい。いや、これ、ゆきりさんのやつだって、ゆきりさんのやつだって、なんなら、うるせえじゃん、こいつ。さあ、そのゆきり、この静かな音がどう伝わってるのか、ゆきりの回答は、いきます、じゃじゃん、は、静かな、どういう、どう撮ったの、浮き場が静か。じゃあ次、自分の変わった癖は何ですか。自分の変わった癖、でもね、正直に二択なんですよね。二択、もうね、君の心が手に取るように分かる。怖い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 、手に取るように分かるのに二択。福田君から。福田君、はい、前髪のカーブを Y イコール EX 状にしちゃう。あ、急に急に急に、ベンガーさんが書くってことは確かにね、ちょっとリキュールの絶対入れてくる。いや、俺も俺もつけるだ。なるほどね。いやあ、でも確かに今確かに EX 状っぽい。確かに確かに、いや、ここっぽいもん。そこなんだ。ざわざわざけに言ってますからこれな。ついつい30度で BMW を駐車しがち。あ、それは面倒くさ。まず BMW かよ。そもそも運転免許持ってない。免許持ってない。運転できない。どうだよこちら。
自分の指の指紋を投稿線と見立てて山描いちゃう。楽しそう。なるほど、なるほどね。楽しそうの時点で癖じゃねえ。でも僕はね、正直ね、今のユキリの見つめてみたんですよ。じゃあ僕はね、これだと思うんですよね。お尻にマカロン置きがちっていう。あれさっきも持ってきてた。ガチで割るのあるあるの言い方ですね。置きがちで。はい、じゃあユキリさん行きましょう。頼む。はい。怖いと言いがちガチやガチガチやガチやガチポイント入るガチポイント入る。それはでもユキリに本来のあれやから。あ、そうそうそう、ベンガンさんっぽく入る。ちょっとでもちょっとクイズノックっぽい質問いきます。はい。さから始まる嬉しいことは。きた。あー、じゃあ行きましょう。はい。さから始まる嬉しいこと、僕は猿岩石売れる。嬉しい。猿岩石って何やったっけ。猿岩石っていう、有吉さんとかやってた。僕はですね、福田君は企画を考えてるから、それは代行できる人、そういう人がいたら嬉しいなと思って、サムラゴーチグッズ発売って。グッズ。ダメだろこれ。じゃあ福田君。はい。意外と気にせるんじゃないかってことで、30.0 度ジャストのピースができた。おお。ああ。模範解答じゃない。意外と。模範解答すぎる。有効数字そこまでないよね。これもダメだね。雪に濡れより雪に濡れてる。雪に濡れより雪に濡れてる。雪に濡れや、今こっちが。確かに。そういうことか。じゃあ福田君どうぞ。福田さんどうぞ。さら、はぁ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 と言われる。いや、韓国になるんだ。サナちゃんからフォローされるとか。そっちの方が全然嬉しい。さらに見つけてしまった。キレイマシーン、キレイマシーン。今度からも前髪角度は E の X 上、どうもふくらですね。あれやろ、ほんまに。今回の敗者、ゆきりんさん。ゆきりんさん。敗者、ゆきりんさん。ゆきりんさん優勝。ゆきりんさんが逆優勝。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 おめでとうございました。謎の結論。はい。あ、これ最後ユキリに誰が一番近かったかとか選ばせるわけでもない。わけでもなく、全く意味不明な結論に落ち着いて終わりです。終わりという。